今回お邪魔したお店は氷見市にある氷見藍山ガーデンさん。ここは季節によって景色も香りも変わるほどの多種多様の花と緑に囲まれた西洋風庭園です。この日は様々なバラが色鮮やかに咲き誇り、心がリラックスする空間になっておりました。インスタ映え間違いな。乾杯。さらにここには園内の端まで愛を響かせるベルが設置してあり、いつでも推しと共同作業ができる夢のようなシステムがあります。ちなみにこれは限界オタクの夢が叶った瞬間。乾杯。一息ついてランチタイム。こちらおしゃれでくつろぎやすいカフェはもちろん氷見さんの食材を使用されているので、約束された勝利の味。ニドルキュンが注文したのは氷見牛のミートソースパスタ、トレイが注文したのは氷見牛煮込みハンバーグ。中にはきっとパンパンに肉汁が閉じ込められてるだろう美しい楕円形のフォルム。まずはルールに従ってサラダで胃をコーティングし、血糖値を抑える儀式を施します。いざカロリー補給。さすがは寮長、丁寧なフォークさばきでパスタをお口に運んじゃって、かわいいですね。やはりご飯を食べる推しはかわいい。美味しく食べる推しが好き、おじさんハッピーと舞い上がってる間にハンバーグの肉汁が我慢しきれずに激流走。歯がいらないというセリフが似合うほど喉越しこってり通過。見た目はハンバーグ、中身は飲み物。鬼に金棒、お肉に白米ということわざがあるくらい熱々ご飯が爆速消化。平然と教えあんしているが、100人のインド人がパーリーピーポーしているぐらい心の中では大フィーバー。デザートはテラスで透き通った空気と庭園に広がる花の香りでリラックスしながら堪能することに。ロッキングチェアに揺られるリドル君は何しても可愛い。が隣に座るとただの親子である。リドル級にぴったりなバラの菓子サイズが飾られたオリジナルパフェと、トレや抹茶のアイスが乗った香ばしい香りするハート麦ワッフル。途中外国のお客さんたちに写真を求められましたが、コスプレを生で見られるのは初めてだったそうで、とても喜んでもらいました。やはりオタク文化は国境を越え和を作ってくれる素晴らしい世界だとかと私も思わずにっちゃり。お待たせしました、トレイ先輩によるスイーツの食レポのお時間です。それではお聞きください。すごい和って感じの味する。和和食レポが下手くそすぎる全くもってその通りすぎる。中のおじさんのボキャブラリーが聖徳太子並みにポンコツすぎて、トレイ先輩をやって申し訳ございません。そう、香ばしい和そう和責任取って寮長に首をはねられたいと思います。よいしょ。皆様も氷見藍山ガーデン一度足を運んでみてください。